気がつくと、いつもそこに言葉があった。言葉に励まされ、言葉で強くなれる。そんな言葉に会いたくて、そんな言葉を届けたくて。渡辺翔子、ことの葉だより、私が出会った素敵な言葉たち。おはようございます。渡辺翔子です。今週のことの葉はこちら、大地の時間で生きる。仙台市に拠点を置く一般社団法人リルーツ代表の広瀬剛さんの言葉です。リルーツは東日本大震災をきっかけとして大学生が中心となり組織された被災地の農業支援をしている団体です。震災以来継続して行われている活動の中では、大学卒業後に実際に就農した学生が数人出るなどの実績があるのですが、そうした学生たちについて広瀬さんがこんな話をしてくれました。農家の方々は自分だけの時間で生きていないんです。大地の時間で生きている、そういう姿や価値観に大学生たちは大いに惹かれたのだと思いますと。農家の方にとって作物を育てている土は今の自分たちが作ったものではないのです。自分の前の前のずっと前の時代の人々が耕し続けてきたもの、幾度も被災しながらこうして目の前に差し出されているものなのです。大地の時間とはそんな長く大きな時間のサイズのこと。そういう大きなサイズで物事を考え生きる人々に若者たちは憧れを抱いたのでしょうし、生きる力を見出したのでしょう。現代社会ではどうしても見過ごされてしまいがちなこの感覚、大地の時間の上に立ち、大地の時間感覚を持って生きていきたいと思いました。さあ、新しい1週間が始まりました。今週も笑顔でいきましょう。